私を誘ってくれてたろう。ん？取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。沙織さんは途中からなんか妙なもんに目覚めたか？ああ、俺も最後の方はなんか怖かった。それで、木戸は本当に出てくるのか？あいつには沙織さんの名前で隠しカメラの映像を送りつけといた。来なきゃネットに映像をばらまくって。なるほど。そりゃ来るしかねえか。で、カムロ町のどこに呼ぶんだ？バッティングセンター。もう杉浦と東が先行って周りを見張ってくれてる。どうした？よけに手回しがいいじゃねえか。大久保君の死刑が迫ってるからな。のんびりやる気はないよ。そうだった。俺らもそろそろ行こう。行くぞ。杉浦からだ。もしもし。今車回してきたとこ。こっちのこと見える？ん？あれか。お疲れさん。東は？もうバッティングセンターの中に行ってる。周りは今のとこ異常なし。木戸もそろそろ来る頃だよ。その後の段取りは？木戸が来たらこのバンに乗せてシャルルに連れて行くって。シャルル？東んとこのゲーセン？別にどこでもよかったんだけどね。そこで木戸を取り調べるってことでよかった、八神さん。ああ、ちょうど噂をすればってやつだ。マジで来たか。よし、行こう。なんでお前らがここに？なんでって、俺はこの町で事務所開いてる探偵ですよ。木戸さんこそ珍しい。こんなとこに何の用です？いや、もしかして美人の記者と待ち合わせとか。なるほど、そうか、やっぱりお前の仕業か。あのビデオをどうする気だ？そっちの出方によってはなかったことにしてもいい。金か？今俺らが欲しいのはそれじゃないよ。私をどうする気だ？その前に場所変えよっか。いや、それは困るな。ん？私はいつだって守られているんだよ。なんだこいつら。厚労省の雇ったチンピラってとこかな。こんなのが街中にいんのか。ビデオを全部消せ、八神。